せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ディアノラちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。じゃあ、いただきます。あゆこさんに置いてる一番でかいの最初は働きません。ロゴ置かないと違う、くれてロゴが俺がそろそろ全くなってくる。おお。乱入しましたよ。これ使っていいのかな、今のシーン。うまっ。食べたかったの。このチャーハンの一口と五分だな。うん。ネギちゃんさ、じゃないですか。はい。マジか。でもちょっと。はい。はい。最後にやる気出してるんだけど。違う。あ、すみません。多分ね、これね、あのお肉の感じがして、多分これね、A4、多分 A4 ぐらいの多分お肉使ってる気がする。あれね。あの黒毛和牛系の甘さはする。ああ。やったなお前、見せるわけよ、これねえなお前な。そういうの残してくれてるからね。あの、いけちゃってからドラに目がかかる。そうやな、汗。いや、何でもいいのか。うん、おごだんだんこの喉音悪くなってる感じがやばい。でも、食べやすいチャーハンだよね。食べやすいよね、そのチャーハンね。おいしい。おいしい。これはやらないと。いや、こっちがやばいね。こんなさ、男の人が食べるあれってさ、俺の立場にもあれだけど、何の需要があるのか謎なんだよ。もうカットだ、今のシーン。今のセリフの時点でもうカットだ。それをさ、先駆者の僕に言わないでくれ。後で見とけ。ユリンジ、手伝わんぞ。これ悪いかもやっぱり。
マジやばい。これマジやばい。公園じゃん。公園じゃん。でも、チャーハンとかって普通に取られたからきついじゃん。ご飯はない。よく言われる。結構苦情上がってる。ご飯はなく。ご飯は食いたくなるのがやっぱり、食いたくなるのが嬉しい。でも食いたらは結構俺一番だと思う。うん。食いっぱいでいいよ。ドラこの麺の作り方はもう言ってもやっぱね、やっぱここはやっぱあれあるよね。いいよ、持ち上げなくて。お腹いっぱいなんだけど、見てると食べたくなっちゃう。ちょ、レモンサワーうちです。でかいから あれね、ありがとう、めっちゃそうだみたいな言われてるけど、で、だから次の日、都内に行ったよ、プレートなんで取りに取りにして、ダッシュして。そうです。ベース何だろう。俺なんだろう。もうほぼ今。もう多分そういうそういう系だと思う。ちょっと丸尾さん教えてください。何ベース教えてください。味わかんない何味ですか。じゃあこれやってほしいんでしょ。やってほしい。その流れ。じゃあこれいきますよ。あなた分かんないからおげりますから。分からない。帰って。帰分かってても面白い。流れが変わりすぎるわけで面白い。それを行くのマジ？ガチ？生中。何？これも行くの？そう。マスで車の。つけたら。すごい。
食べるとこまでめっちゃかっこよかったのに。